皆さんこんにちは、ももけんです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は皆さんに大事な報告があります。実は私熊ももけんは、ADHD なんです。今回はそれにちなんで、ADHD あるある茶番、お楽しみください。ADHD あるある、その1。よし、いいネタが浮かんだから動画作るぞ。今回のネタはウケるぞ。10分後。ダメだ。オチが浮かばない。集中が切れてきた。集中力が切れやすい。その2。あ、めんどい。あ、こんなに散らかってる。片付けめんどい。整理整頓ができない。その3。ということがあってさ。なあ、聞いてるのか。え、霊夢が強盗殺人したって。次元よ。話を聞くことができない。その4。チルの、課題あったか。え、そんなのあったっけ。お前また忘れたのかよ。忘れ物が多い。その子。隣のクラスの山田が、バナナの皮で滑って自転車ごと川に落ちたんだよ。ははははははは、そういえばさ、知ってる。1組の野球部の松本の弁当が空っぽだった事件。あいつ寝ぼけて自分で学校来る前に食っちゃったんだってさ、わら。なんだそりゃわらわら。それでさ、10分後。ってことがあったんだよ。おう、こいつよく喋るな。ついつい一方的に話してしまう。その6。アホだなチルノは、わら。こいつ、俺をバカにしやがって。こいつ俺を下に見てるのか。お前、俺をバカにしてるのか。衝動性や気分の浮き沈みが激しい。その7。ああ、飲まなきゃやってられねえよ。ストレスを溜めやすく、酒やタバコに依存する傾向がある。その8。何かいいアイディアが浮かんだ。このアイディアで行ってみよう。独創性がある。その9。ここで主人公の必殺技が炸裂。かっこよく敵を倒す。これで行こう。想像力が豊か。その10。この作品見てみるか。別の日。今度は新しい映画と音楽も聴いてみよう。新規追求性がある。